ただいまよりスペシャルエキシビションマッチを行います。青コーナー日本 K1 チーム総本部チームペガサス、 K1 ワールドグランプリフェザー級王者グッチータイトル、世紀の一戦を控えるタケル総攻に指名された K1 グランドスラム王者です。グッチータイトル。赤コーナー日本 K1 チーム相模王のクレスト、初代 K1 ワールドグランプリスーパーバンタム級王者、初代 K1 ワールドグランプリフェザー級王者、 K1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者、タケル。タケル、さあ2分2ラウンド制のエキシビションマッチが始まります。やはり正人さん伺いましょう、はい、これはどういうエキシビションマッチなんでしょうか。エキシビションという名の、何ですかね、チャンピオン同士のスーパーファイトですよね、これ。これタケル、いつもの試合の時より体仕上がってますね。そうなんですよ、絞れてますね。タケル選手、はい、まあ仮想那須川天心戦、それに向けて体も作ってきたわけですもんね。そうですね、もうバキバキですよね、うん、ラウンド1。さあそのタケルのエキシビションマッチ、その相手に指名されたのがグッチータイトルです。赤いグローブがタケル、平子さん、はい、どんな気持ちで見てるんでしょう。雰囲気が全然エキシビションじゃないですね、もうね。会場スピードあるな、うん、静まり返って。そうです、ね、やっぱりこう体脂肪が、ね、低くなってる分、うん、技のキレが上がってますね。なるほど、まあ、リカバリー、まあ、水抜きなしで、62までいけるということですね。そこまで落としていると、あの6月の試合は、ね、58キロ契約で4キロ戻しの62キロまでですから ね、 それを想定した、うん、前日の計量で58キロ、そして当日になってもう一度計量してプラス4キロまで、つまり62キロまで許されるということです。でも武井君ね、武井とスパーリングマススパーやったんですよね。あ、この前やらせていただきました。どうでした。いや、もう本当に2017年に1回エキシビジョンで手を合わせたんですけど、あの時より全然もう圧が強くて、あともうキレが全く違いましたね。あ、そう、はい、なるほど。中に入っているところ左フックで迎え撃ちます軍司です。でもあれですね、軍司も下がらない、下がらないですよね。軍司も圧力負けてないですね。あの郡司選手、自分も殴り合いたいって答えてますもんね。郡司もチャンピオンのプライドありますからね。確かに。左右のフック、武井選手、でも正直このまず武井選手と那須川選手の対戦が決まったって聞いたときはどんな気持ちだったんですか。まあ、もちろん一ファンとしてすごい嬉しかったですし、はい、まあ、武井選手がすごい、まあ、ずっとやりたがってた試合が決まって本当に嬉しかったんですけど、うん、はい、まあ楽しみですね。はい、そうですか。ただただ楽しみ、ただただ楽しみです。だからあれですよね、その試合はタケルのこの前に出る圧力対天心のスピードですよね。だからこの圧力でタケルが捕まえることができれば、うん、タケルだし、スピードに翻弄されれば天心だしという勝負になるんじゃないのかなと思うんですよね。そうですね、まあ、2分間でそれであっという間というところです。改めてゆうちゃみさん、はい、まあ、これもちろん日本中が話題になってますよね、那須川天心選手は。そうですね、私自身も楽しみですし、このエキシビジョン自体ももう本当の試合じゃないかっていうぐらいの本気度が2人から伝わってきます。そうですね、はい、平子さん、本当に郡司選手にとってもこれ本当に貴重な戦いですよね。そうですよね、もちろん天心選手も見るでしょうね。そうでしょうね、きっとどれぐらい仕上がってるんだろうなとか。マサトさん、まあ、那須川選手はサウスポーですもんね、はい、そうですね。だから今回サウスポーだから、サウスポーの相手とやるのかなと思ったんですけどね、はい、やっぱりでもこう、まあ、これからのね、まあ、K1 のことも考えていくと、やっぱりここでね、郡司、うん、選手がね、名前を売るものすごいチャンスでもあるし、そうなんです。一発でもし仮に郡司が倒したらなんて、うん、確かに、まあ、事件かもしれませんね。もう倒すパンチ、さっきからお互い当ててますもんね。もちろんレガースもしてますし、グローブ自体も大きいグローブではあるんですが、最後フック、右のストレートにつなげた郡司、押し返します。おお、
ルスウェーで逃れています。マサさん、なかなか言ってますね。いや本気ですね。あの膝蹴りは、あの全く防具つけてないですから。そうですね、一緒ですね。うわー、グリーンズのトラッパーか。負けず嫌いだな、同じ動きですね。武井選手、でもそうするべきでしょうね。そうですね、やっぱりこれで得るものがたくさんありますからね。うん、さあ、武井が押し返していきます。左フック入ってきた。武井、大きがついた。さあ、パンダ、さあ、後ろに中身いく。エキシビションでタケルがあの戦いの笑いをしてます。サインフック、ストレート。今の攻撃ね、14オンスのグローブですから、いや倒れるかもしれない、まあ、とにかく殴り合いたいと話したタケル。でもこれだけタケルが前に出てくると相手つかむ。うわ、右入れた。もう一つ左だ。いやすごい。アッパー左フック、画面入れてます。いやいや、軍司が入れてる。軍司も58まで体重を落としてこのエキシビションに挑んでいます。軍司も58まで落として。そうなんですね。お互いプロ意識高いですね。完全試合ですね。どうも、回転蹴り。あつー残って、うわ、追っていく。うわー、お互い入れた。これ軍司も笑ってますよ、こうするように入れ替わった。攻める攻める、右のフック、どう回し回転やり返す。武井選手、このスピードっていう意味ではどうですか。いや、もう普通の試合と一緒ですね。そうですか。左フック、まあ、ここまでずっと60キロより落としたことはなかった数年間、武井でした。さあ、ここでエキシビジョンマッチ2ラウンドが終了となりました。平子さん、はい、すごいものを見せてもらいましたね。もう我々技術的なものは何もわからない僕たちでもすごく高次元に住んでる住人なんだなっていうのがビシビシ伝わってきました ね。ゆうちゃみさん、はい、軍司選手全くひるまなかったですね。そうですね、しかも笑ってましたね。でももちろんタケルもね、素晴らしい出来ですけど、はい、軍司強いね。軍司いいですよね。強い、思いました、うん、強いですね。さすがチャンピオン。さすがですね。すごいチャンピオン。そうなんですよね、これから背負っていくっていう気持ち。まだまだ軍司若いですからね。はい、23歳です。23ですからね。で、武尊選手はもういつの間にかもう30歳。右入れましたね。まあもちろんそのグローブの重さも違うしレガスもしてますが、さあちょっとマイクですね、聞いてみましょう。両選手から一言コメントをいただきます。はじめに軍司泰斗選手からお願いいたします。そうですね、まあ、こういう機会に今までずっと K1 で活躍してきた武尊選手とやれて打ち合いもできて本当に最高です。で、これからの K1 は僕が引っ張っていくんで任せてください。なんで6月思いっきり楽しんでください。で、あともう一つ、僕4月めちゃめちゃ暇なんで4月のケーズフェスタ出ます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして武尊選手お願いいたします。はい、今日は軍司選手エキシビション待ち受けていただいてありがとうございました。本当6月に向けて減量だったり次の試合に向けてのコンディション作りとかいろいろやっぱ大変だったんですけど、軍司選手もなんか男気を見せてくれて58キロまで落としてくれて、本当に感謝してます。で、まあ、本当今日 K1 のリングエキシビジョンマッチという形で上がらせてもらったんですけど K1 は本当僕に夢を与えてくれた舞台だし、もし僕が K1 からいなくなったとしてもこれからも K1 もっともっと素晴らしい選手たくさん出てくると思うし、最高の舞台をみんなで盛り上げて応援してもらえたら嬉しいなと思います。で、まあ、6月那須川天心選手と僕の人生をかけた試合があるんで、まあ、今日ここに会場に来てくれる人、みんなが僕の味方とは思ってないですけど、2人で最高の試合して僕は必ず勝って K1 最高をリングで叫びたいと思うんで、その時一緒にみんなで叫んでもらえたら嬉しいです。6月まで命かけて人生かけて頑張るんで、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。 K1
ありがとうございました。それではこれよりフォトセッションに移ります。マサトさん、どう聞いてましたか？はい、そうですね、まあ、本当に次の試合がね、はい、本当に格闘技タケルにとって格闘技人生をかけて戦うべきリングだと思うんですよね、うん、この天心戦っていうのは。もうタケルが何年もこうタケルも天心もお互い何年もお互いが戦いたかった試合なので ね、まあ、本当にこれはもう世紀の一戦なのでね、勝つと負けるでは人生がお互い変わりますからね。2015年に最初はこう那須川選手がタケル選手やりましょうっていう話があって、はい、まあ、そこから長く紆余曲折です。これがね、今年の6月の勝った負けたっていうのはもう後々こう10年経っても20年経っても、うん、勝った方タケルが勝った、タケルが負けた、それしか言われない。まさとさんよく実感よく分かってるんで、そうですよね、何が何でも勝たなければいけない試合だと思います、ね、うん、なるほど。そして長く格闘技ファンの平子さん、はい、どうですか？まあ、武井選手の言葉の中にあったもしも自分がここからいなくなってもっていう言葉に、まあ、具体的な名言ではないんでしょうけど、うん、本当に6月に向けた覚悟の重さ感じましたね。ゆっちゃみさん、はい、6月が待ち遠しいような怖いような。そうですね、でも本当武井さん勝ってほしいですね。そして武井良樹選手、はい、改めてどうでしたか？そうですね、もう、まあ、今はボクサーですけど僕はまだ K-1 ファイターだと思ってますし、 K-1 の大将は武井選手なので思いっきり暴れてもらいたいですね。2022年6月 X デイ、武井選手は那須川天心選手と世紀の一戦、はい、まみえます。